はい、ケンさんです。今日はね、新材家がちょっとね、お店がいっぱいで、もう帰ろうかなと思ったんですけど、ちょっと前から回りたかった、JR の六甲道の、西側ですね、今から行ってみようと思います。なんか結構お店がね、密集してますので、いいとこあればと思ってます。行ってまいります。はい、到着しました。はい、無事ね、撮影許可いただけまして、お飲み物が届いています。一杯目、芋焼酎水割りですね。いただきます。皆さんお疲れ様です。乾杯。乾杯。はい、私のいるカウンターの目の前がちょうどこう漬け場というか、こう、切るところになってまして、マスターが今、山芋の方を切っていただいてます。こんなもうめちゃくちゃ目の前で切っていただけるってものすごいありがたいことなんで嬉しいですね。お料理が届きました。お料理がしらすおろし、ナスの煮浸し、あと山芋の短冊ですね。ハッスンに乗って出てきます。嬉しいですね。超高級な感じがしますね。でもいただくのは、芋の水割りですね。すごいこう夏にこのすっきりしたこの感じ、美味しくいただきたいですね。しらすおろしいただきます。ナスを煮浸しいただきます。山芋短冊いただきます。いただきます。結構こうお昼の早い時間から開けられてますんで、お作りがね、もう今日ね売り切れてしまってるんで、私ちょっとこのさっぱり系のメニューをいただいてますけど、これプラスアルファでお作り食べれるってなったらやっぱ相当いい感じだと思います。JR 六甲道って言ったらね、こう東側三津岡さんとか北側行ったらね、あったりとかいろいろあるんですけど、やっぱちょっとおしゃれ、ちょっとおいしいっていうのはなんかこうありがたいですね。かすみずるの生原酒を入れていただいてます。ありがとうございます。はい、釜なんですけども、食べるときね、やっぱりこうね、片手で食べてるんですけど、簡単には食べれそうにないんですが、ちょっとどうにかいけましたね。いただいてみます。もうね、ほんとかすみずるの口当たり、ほんと日本酒っていう感じのいい雰囲気できて、生原酒ですからね、風のようになくなっていく、素晴らしいいいお酒です。もう合わせ最高でした。たまんね。本当に釜塩なんですけど、釜の塩
だいい具合でね来るから概念かなと思ったら、まあ、ラジオ概念そのあたりちゃんと工夫してかけられてますね。いい塩気が来るんですいいお酒が来るんです。ここで、ね、本当にちょっとまたまあこう裁縫確定しましたけど、これでお作りやばいの来たらもう私倒れますからね。本当に最高です。めちゃくちゃ珍しいメニューで冷製茶碗蒸しっていうね、あの今日のおすすめでちょっと一品いただけたら嬉しいですって言ったら作っていただけるんですが、これはやばいですね、うん、はい、冷製茶碗蒸し届きました。めちゃくちゃうまそうです。はい、冷製茶碗蒸しいただきます。三つ葉がたっぷり入ってね、風味付けもぴったり、しっかりできた、茶碗蒸しで冷たいですよね。今の、夏の時期にぴったりかと思います。はい、ちょっとね冷製茶碗蒸しいただいています。うまく救えるかな。このプリンよりも弾力のある感じですね。ギョエーいただきます。上品なお出汁の味がもうちょっとねこう なんていうんですかね、テクスチャーでいうとまったりとした感じのあのタレをかけられてるんですけど、お出汁の風味、甘い風味があの覆ってくるんですよね。あの茶碗蒸しの卵自体はそのままで、すっきりした中に深みがありました。美味しい、これおすすめの一品です。すっきりしたあの食べ方なんで具材なくてもいいかなと思ったんですけど、ゴロッと入ってました。これはやばい、これはやばいぞ。いただきます。仕事が本当一つ一つ丁寧でね、いい仕事してますね。本当に最高です。マスターに美味しいお料理出していただけますかってこう無理なお願いをしたら、タイのアラだけですね。めちゃくちゃ綺麗です。もう顔面そのまま残ってます。もう釜から行ってアラだけだったら周りのコースかと思います。いただいてみようと思います。ありがとうございます。お魚の料理がもう本当に美味しくて、お作りがないんで、釜だったりとか、釜の塩焼きと炊いた分ですね、あらだけいただいて、もうお酒も生原酒しっかり揃って、しっかり飲めてしっかり食べれて、これもう多分ね昼飲み、まあ、12時できます今度は。お作りといいお酒ちょっと行きたいですね。もうたまんなかったです。最高です。いやー、今日最初にお伝えした通りなんですけど、ちょっと気になってたこのエリアに初めて来たこのお店、いっぱいお話聞くと、あ、はい、こんな関わりがみたいなね。料理めちゃくちゃ美味しいですし、お酒めちゃくちゃいいの置いてます。値段めちゃくちゃ安いです。マジかよっていうのが正直な答えでしたね。久々にこの東灘区でこのテンションの私の顔見りゃね、うまさがわかると思うんで、皆さんぜひ、お越しくださいませ。ごちそうさまでした。昼飲みできます。はい、主記楽さんを、楽さんですかねを出まして、まっすぐ南に下っていってます。もう徒歩でもね家帰れますんで、いつもとも寄って帰ろうかなと思ってます。はい、もうね毎度おなじみですけどね、私も大好きなリカーショップ高島さん着きました。もうね今から行ってまいります。
無事撮影許可いただけまして、もう癒しのスポット、リカーショップ高島さん、今から、いただいていきます。一杯目は、黒霧島の水割りです。皆さんお疲れ様です。本当にね、黄金比です本当にね、お酒好きな人でこう飲み歩いて、こうこれが出てきてほしいっていうお酒が出てきます。最高です、マジで。で、ちょっと頂き物もあるんで映しておきます。はい、まさかのね、トマトの方もね、いただきまして、芋焼酎と一緒にいただいてるんですけども、お料理の方ももう届いてます。もう土手焼きの美味しさをね、本当に分からせていただいたのがリカーショップ高島さんで、もうこの本当土手焼きは皆さんね、私の言ってることが本当に、ちょっとね信じてみようかなっていう人は絶対一回食べてください。めちゃめちゃ美味しいですよ。はい、トマトでちょっといただきます。トマトと芋焼酎最高ですよ多分。お酒が本当にね、もう幸せにいただけるっていうのがいいところです。どうやって聞いていただきます。来た。はい、プリプリウインナー届きました。キャベツが添えられて、いい具合で揚げられているのか炒めているのかのちょうど間ぐらい、いい感じの仕上がりですね。こちらもいただいています。いただきます。ちょっとこうピリ辛なチョリソーって感じですかね。めっちゃうまいです。マヨネーズもちょっとつけて。リカーショップ高島さんいただいてきました。もうちょっと、もうやばかった。もう今日もうまかった。もう美味しかった。もう美味しかった。たまらなかった。もうほんまに皆さん絶対来てくださいね。新材系来る理由なかったら高島さんを理由に来たらいいんじゃないですかね。やばいよ本当に。酒飲みの人がもう本当に絶対来るべきお店なんで、ぜひともお越しくださいませ。ごちそうさまでした。